伊藤由美伊藤由美4月1日から2016年5月18日は日本の歌手でザ・ピーナッツのメンバーである。双子の姉に同じくザ・ピーナッツの伊藤恵美がいる。本名伊藤月氏。1941年愛知県北郡常名町で四女として生まれた。すぐに名古屋市に転居し学生時代までを過ごすこととなる。10歳の頃。 NHK 名古屋放送局の消化隊に、姉のエミと共に所属し、ペアで歌うようになる。その後、名古屋市内のレストランで、伊藤シスターズとして歌っていたところを、渡辺プロダクションの社長、渡辺進にスカウトされ、1959年2月11日、ザ・ピーナッツとして、歌手デビューする。デビュー当時は、渡辺宅で姉と共に下宿生活をしていた。 1975年4月13日、姉と共に芸能界引退。これ以降、公式の場には姿を見せていない。なお、実施、エミとの識別点は目の横にあったほくろである。また姉と違いメロディーで歌唱していた。引退後は、ファッションデザイナーになった。なお、デビュー最初期には、伊藤由美と表記していた。書籍物も,もあったが正式には、伊藤由美である。 その後2005年12月から2006年1月及び2007年8月に渡辺プロダクション主催の記念イベントにて最後のライブで使用したマイクが展示されていた2016年5月18日75歳で死去親族の意向により死は公表されていないがかねてより病気療養中だったという49日法要が終わった同年7月11日に 所属事務所が発表した。ありがとうございます。